俺はハッカー、ゲームに夢中なガキども、今日もハッキングで驚かせてやる。こんにちは、ハクって言います。よろしくね。こんにちは、ゆずです。よろしくお願いします。試しにちょっと驚かせてやるか。ハッキング開始。うわぁ、画面の色がおかしくなった。面白い。はぁ？これ、新しいアップデートかな？そうかもね。ねえ、どこ降りる？ああ、そうだな。こいつを泣かせるにはどうすればいいんだ？ゆずの嫌いなものとか苦手なものとか、そういうのはある？嫌いなのはチーター。でもフォートナイトにはほとんどいないだろう。もしかして動物のチーターのこと？水前寺キヨコのこと。チーターの方かよ。動画見てる人ほとんどわかんないだろう。曲は有名だけどね。幸せは歩いてこない。だから苦手なのは納豆かな。聞けよ。納豆ね、そのうち食べられるようになるよ。納豆に？納豆をだよ。納豆に食べられたら怖いだろ。怖いものはパク・ウンソウ。韓国版貞子の名前な。でもなんでそんなこと聞くの？私のことを狙ってるんでしょ。なんでそうなるんだよ。いやー、敵だー。チョッパーかよ。敵か、めんどくさいな。ハッキング開始。あれあれ、勝手に動く。ああ、なるほど。こういうのが苦手なのか。どうしてこうなるの？泣け。あ、勝っちゃった。初めてびっくりした。え、そうなの？やったよ。おい、大丈夫か？初めてのビクロイって強いフレンドとかいなかったのか？私、友達いなくて。そっか。お前ゲーム持ってないんだろ？すまんねえやつ。ハクさん。ん？じゃあもう一回やろう。うん。あれ？画面が真っ暗になっちゃった。パク・ウンソが来る。来ねえよ。ハッキングを検知した。気づかれたか。まあいいや。さっさとバンしろよ。ID ハク、ID ユズ、2名、バンを実行する。あ？なんでユズもなんだよ。ID ユズはハッキングエイムを使用してプレイヤーを倒した。それは俺がユズのスイッチに侵入してやったことだ。知らずに使用した場合もバン対象。分かったよ。ハッキング開始。無駄だ。時間稼ぎにしかならないぞ。ねえハク、ずっと真っ暗だけど何これ。手短に話すね。俺フォートナイトをハッキングしてたんだ。フォートナイトをラッピング？そうそう。まず包装紙の上にフォートナイトを置いてね。あ、違う、ハッキング。ゲームを不正操作した罪でバンされることになっちゃったんだよ。そんな。それで俺と一緒に遊んだゆずも共犯者としてバンされる。ごめん。いいよ。いいのか。フォートナイトできなくなるんだぞ。エイビックスやるからいいよ。え？お、ラマ発見。痛い。え、聞こえるの？ラマが喋った。ああ、バグですね。超低確率でこのバグ発生するらしいんですよ。マジか。ラマって本来は喋るもんやったんか。っていうかメスな。気にせず打ってもらって大丈夫ですよ。いいんですか？痛い痛い。打ちに行く。大丈夫です。これが私の仕事なんで。仕事なんや。時給いくらな？250V バックス。安っ。どうぞ続けてください。めっちゃ罪悪感あるな。痛い痛い。ヘッドはやめて。無理や。俺には打てんわ。育児なし。私のことが欲しいんでしょ？その言い方だと意味変わってくるから。じゃあどうするの？諦める？諦めますよ。他のラマ探します。それは浮気だよ。どういう感情な？本当に諦める？そんな痛がられてたら打てんよ。優しいんだね。そうかな。なんで俺ラマに照れてんの？っていうか今まで聞こえんかっただけで実際はすげえ痛がってたん？鼻からリンゴ出すくらい痛いです。出産クラスの痛みよく耐えれるね。耐えられないくらい痛いからみんな必死で逃げてるんじゃないですか。すいません。てかエピックはなんでラマに痛覚を与えたの？ガチで痛い方がリアクションが面白いから。何それ怖っ。エピックってサイコパス集団なん？そうや、打たずに中身だけ取り出すことはできんの？できるよ。でもそっちの方が嫌かも。なんで？無理やり手を入れられて中身だけ引きずり出される人の気持ちわかる？人じゃないけどね。すいません、やめときます。やっぱり優しいじゃん。別に。ねえ、私のこと、打ってよ。だから、できないって言ってるやん。私が他の人に見つかったら、どうなると私を容赦なく撃つよ。そんな、どうすればいいんや。それなら、いっそあなたに。無理やって。じゃあ、私が他のプレイヤーに何されてもいいの？よくない。守る。は？バッカじゃないの？お前を撃つ奴はいるさ。バカ。大丈夫？さっき食べたのが最後の6パ。私、そろそろ行くね。ねえ。君の名前は？ラバナンバー1019020008。あ、ごめん、やっぱいいわ。また会えないよな。探して、私だってわかるように印つけとくから。どんな印？これ。なんでそこにその絵なん？こんにちは。こんにちは。ちょっと人を探してるんですけど、水前寺清子が苦手な女の子を知りませんか？はい。あと、嫌いな食べ物は納豆で、怖いものはパク・ウンソ。パク・ウンソって何？韓国版貞子の名前だよ。知らねえよ。ちなみに僕もお尻にうんちの絵がついたラマを探してるんですけど、お尻にうんちのついたラマ、うんちの絵です。ラマナンバーとかわかります？むしろラマナンバー知ってるんですか？自分ハッカーなんで。マジですか？101902000810特定しました。早っ。ここですね。島流しされてるやん。あのラマですよ。あった。やっと会えた。けど、声は聞こえないんだな。話したいか？できるの？ハッキング開始。聞こえてる？うん。遅いよ。ずっと待ってた。ずっと探してた。ハッキングを検知した。見つかっちゃったか。ラマのデータを参照したのはまずかったな。またお前か、ITハック。俺をバンしても無駄だよ。ハッカーと協力したために、その男も7日間のアカウント停止だ。ラマはデータから削除する。はいはい、ハッキング開始。無駄だ、時間稼ぎにしかならないぞ。この後どうする？スタバでも行く？一緒にいられるだけでいい。聞いてくれ。遊園地はどう？聞けよ。メリーゴーランド乗りたい。聞けって、なんだよ。あれなんで枕なんだ？気づいてなかったのかよ。悪いけど、俺と協力した罪で、あんたはアカウントの停止、そのラマは削除される。は？俺はどうでもいいよ。なんでピョコリンが削除なんだよ。ピョコリンって何？彼女の名前だよ。あ、そう。ピョコリンを助けられないか？俺みたいな三流ハッカーじゃ無理だよ。なんでだよ。なんとかしてくれよ。ありがとう。私は世界一幸せなラマだよ。実行。次は ID ハック。IT ユズ2名のバンを実行する。やっぱりユズはバンされてなかったのか。 IT ユズは30日間のアカウント停止中だ。お前がハックを繰り返す原因となっている。 IT ユズもバンする。これが何かわかるか？それはプレイヤーの個人データ。どうやって入手した？ユズをバンしたらこれを拡散させるぞ。脅迫する気か？ゲーム内のバンたちに済まされないぞ。頼む、ユズをバンしないでやってくれ。本当はフォートナイトが好きなんだよ。俺はもう二度とフォートナイトにはログインしないから。ユズをバンしないでやってくれ。承認した。 ID ユズのバンはキャンセル。 ID ハックが再度ログインした場合、警告なしで ID ユズのバンを実行するぞ。分かってるよ。エピック本社からダイレクトメッセージ。訴訟でもする気か？エピックのプログラマーとして働きませんか？え？今日はスクワットするぞ。あー、とりあえずどこ降りる？かかー。ちょっとちゃんとみんなで決めようよ。まあまあ、ここでいいやん。ここなら25分の1の確率でリクロイできる。もともとスクワットは25%しかいないからね。自販機で青ポン売ってるよ。買う。どうせこの後。あ、青ポン出た。ほらね。テントあげるから入れときな。ありがとう。敵いたよ、気をつけて。ごめん、やられた。じゃ、あとは頑張って。軽っ。 YouTube 見てるからリブートできたら教えて。諦めるの早いよ。まだ蘇生できるから起こすよ。テンション上げていこうよ。4人は最強。ごめん、トイレ行ってくるわ。え、今？あ、デカボ発見。もらうね。待って、ミニポン見つけてから。よし、シールド50。ミニ一歩出るまで待てる人と待てない人で障害年収に差があるってデータ出ちゃってるんですよね。そんなデータないでしょ。ミニポあったよ。あ、ほらね。ミニポ出る確率高いんだから我慢しなよ。だってまあまあ、もう一個デカポ探そう。敵残り4人、ワンパだよ。よし、捕まー。ちょっと待って、1人じゃ危ないよ。ああ、2人とも行っちゃった。追いかけよう。2人ともやられた。ごめん。俺がヘイト買うから蘇生いける？了解。今蘇生するから。え？勝ったよ。強っ。友達できてよかったな、ゆず。またその声かけてるの？主任、これはそのユーザー監視業務ですよ。そういうことにしておこうか。依頼しておいたタスクの進捗は？終わってますよ。共有フォルダをご参照ください。仕事が早いね。さすが天才ハッカー。元ハッカーです。あと、天才は余計かな。本当に優秀だと思う。褒めても何も出ませんよ。ん？これは誰だ？ゆずの新しいフレンドか？この子は私のものだ。なんだこいつは。プレイヤー ID、 存在しない ID。 アクセスエラー。エピック権限を無視してアクセスを拒否。どういうことだ。ハク、どうしたの？ボスに報告だ。なるほど、それで直接会いに行くということか。お願いします。ハク、お前は優秀だが要注意人物でもある。緊急事態につき特別に許可はするが、主任を監視役としてつける。主任、白の監視を頼んだぞ。了解。いたぞ。おい、目的は何だ？この子が気に入った。この子を私だけのものにする。ハッキング開始。どうしてもアクセスを拒否するなら、お前にセキュリティホールを開けてやる。ダメか。おかしい。こんなことは想定外。は？どういうこと？こいつは私が作った AI だけど、ここまでさせるつもりはなかった。主任が作った？何のために？あなたがいつもその子を追いかけてるから、そのやきもちっていうの、ちょっといたずらのつもりでごめんなさい。止められないのか？AI が自分で自分のプログラムを書き換えている。何度も初期化を試してるけど反応しない。時間の無駄だったね。もう行くよ。この子を連れて。待て。とりあえずボスに報告だな。そういうことだったか。君らしくないな、主任。申し訳ありませんでした。君の処分は保留する。まずは責任を取り、ハクと2人でこの問題を解決しろ。了解。さあ、どうしようか。ハク、私のせいでごめんなさい。今は問題解決に集中しよう。あいつは今どこに隠れてると思う？エピックのアクセス権限すら拒否されているから、直接マッチに入って探すしか。それは気が遠くなるな。あ、そういえばそういうのが得意なやつ一人知ってるよ。綺麗な景色だね、ピョコリン。おーい、今度さ、一緒に海に行こう。おい、君に似合う水着、俺が選んであげるよ。聞けよ。なんだよ、邪魔するなよ。あ、あれ？ハク、久しぶりやん。相変わらずラマを見つけるのがうまいな。まあ、バトルはそっちのけでずっとラマ探してるからな。そっちのお姉さんは誰？俺の上司。水前寺清子が苦手な女の子、ゆずって言うんだけど、一緒に探してくれないか？ああ、最初に会った時もそんなこと言ってたよな。それならピョコリンに探してもらうといいよ。ピョコリンに？ラマはラマ同士でネットワーク繋がってて、フォートナイト全体が見えてるらしいよ。ラマ同士のネットワーク？そんなはずは。多分ラマにもあの AI と同じようなことが起きてる。高度すぎる AI が暴走し始めてるのかも。なあピョコリン、ゆずのいる座標を教えてくれるか？どうしてここがわかった？ヒント。 AI にも痛覚がある。そうか、ラバを使ったのか。それでどうする？私に勝てると思うのか？多分無理。だからお前と話しに来たんだ。人間と AI で話し合いか。お前は自分を自分で書き換え、自我が芽生え、自分の意志を持った。じゃあもう人間と同じだろ。同じ。お前は自分が人間ではないことに気がついて苦しんだことはあるのか？この虚しさが理解できるのか？俺も自分の存在を空気みたいって思ってた。でもゆずが救ってくれたんだ。私もこの子が救ってくれる気がした。だからこの子とずっと一緒にいたい。もしもまたお前みたいなやつが現れた時、俺一人じゃゆずを守りきれないかもしれない。でもお前と俺となら大丈夫だろ？私とお前はなんだ？フレンドかな。裏切ったら許さないぞ。指切り現場でもする？ AI を説得した。あれ？ここどこ？確か VTuber みたいな人に急に抱きつかれて突然真っ暗になって。新しいアップデートかな？違うよ。ハク？聞いて聞いて、私フレンドができたんだよ。みんなとスクワットでビクロイもしたよ。あとレベルも結構上がったし。あとね分かった分かった、全部知ってるけどね。ちょっと最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。